今自分が使ってるのは両面、はい、ディグニックス05で、はい、ラケットが特殊素材の CNF かな、はい、まあ、使ってるんですけれども、まあ、今これ使ってるのは、まあ、ラケットは結構木材のアウターっぽい感じの感覚のある玉持ちがいいみたいな、はい、玉持ちいいラケット使っていて、まあ、自分結構中心からカウンターしたりとか、はい、そういうプレーをすることが多いので、まあ、その時にこうコントロールしやすいように玉持ちがいい、感覚のあるラケットを使うようにしてます。でラバーに至ってはやっぱりこの、まあ、ディグニクスが一番性能がいいなって自分の中ではこう信頼してる部分もありますし、このテナジーの方がそうですね、変更ですね、はい、まあ、前はほとんどの選手がですけど、テナジーの方の時はやっぱりいいボール打った時のこの威力であったりとか、まあ、今でもまあ、スピン量やったりとか、まあ、しっかり打ったときはいいなと思うんですけど、ディグニクスは本当に試合の中でこうとっさにこう来たものに対してもミートが広い分、まあ、結構コントロールしやすかったりとか、いやいや不十分な時の球質がディグニクスの方がコントロールしやすいです。なるほど、はい、まあ、結構とっさにラケット当たったら勝手に引っかかってくれたりとか、やっぱりその引っかかりの部分であったりとかが非常にまあ自分としては信頼できるので、まあ、この今やっぱりバックバックの展開が多くて速い卓球が多いので、どうしてもこうなかなか自分で全部打つというのは難しい状況になりる中で、まあ、自分もそこにまあ食らいついていこうと思った時にやっぱりこのディグニクスのレボーというのを信頼して今使うようにしています。ありがとうございました。ありがとうございます。